皆さんこんにちは、ライフジャーナルのジンです。今回はレザーブランドのシュリンクスさんからご提供いただいたミニマルな2つ折り革財布ヒトエフォールドレスポスキーヤをご紹介します。小さくて薄い革財布を探している方やミニマルで上質な2つ折り革財布を探している方、キャッシュレス時代に向けて財布の使い方を見直したい方には参考になるかと思います。来るべきカードレス社会に向けた財布選びのヒントになると思いますので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。このチャンネルではガジェット暮らしの道具ファッションを中心に買ってよかったものやおすすめアイテムをご紹介していきます。ライフスタイルの質を高めるもの、ことに興味のある方はチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは早速本題に入っていきます。まずはですね、シュリンクスについて簡単にご紹介します。シュリンクスは建築家の佐藤博隆氏が手掛けたレザーブランドです。財布の他にもキーケースやカードケースなどミニマルな革製品を多数展開しています。シュリンクスのヒトエフォールドシリーズは世界のデザインアワードで現在6冠を達成している財布で、国内外で高く評価されています。中でもヒトエフォールドアリアという財布は財布のクラウドファンディングで日本歴代1位の金額を記録しています。そして今回ご紹介するのはその最新作であるヒトエフォールドレスという商品です。ヒトエフォールドアリアはカード収納枚数が6枚だったのに対し、ヒトエフォールドレスではその半分の3枚になっており、さらなるコンパクトさを実現しています。はい、それではですね、ヒトエフォールドレスポスキーヤをレビューしていきたいと思います。まずですね、もう開封済みなんですけれども、まず箱を開けるところからやりたいと思います。こういった高級感のある箱に入って届きます。こちら箱を開けると中にこういったアテンションのカードだったりとか、財布の使い方に関する説明書き、あとスキミング防止用のカードも中に付属してきます。はい、今回僕はミスティーアッシュという灰色のカラーを選ばせていただきました。ではですね、まず製品の仕様から見ていきたいと思います。横幅が89センチですね。で、縦幅が89センチで、厚みがですね、最大8ミリということで、カードを3枚収納した状態で8ミリなので、すごい驚きの薄さですよね。で、最大容量として、紙幣がですね、15枚、カードが3枚、あと硬貨が15枚収納できるようになってるみたいですね。で、こちらの製品重量の方が 29g で、革はですね、こちらイタリア産の植物タンニンなめしの牛革を使用しているようです。見た感じですね、すごくエイジングが楽しめそうで、革好きにはたまらないっていう感じです。で、製造は安心の日本製になってまして、これも嬉しいポイントかなと思います。次にですね、カラーを見ていきたいと思います。カラーはグレージュ、灰、アイリス、チョコ、ネイビー、黒の6色の展開になっているようです。どれもですね、すごい素敵な色で迷ってしまいますよね。僕は革製品は基本的に黒で統一すると決めているんですけれども、今回ですね、この、一目惚れしてしまったミスティーアッシュっていうカラーですね、この灰色のカラーを選ばせていただきました。ちなみにですね、商品名にポスキーヤというイタリア語が使われているんですけど、これはですね、日本語で霞を意味しているようです。この革の表面にある霞んだ白いブルームですね、これがですね、使い込むほどに擦れて革に浸透していって、次第に霞が晴れるようにエイジングと経年変化で色やツヤの深まりを楽しむことができるようです。続いてですね、デザインや仕上がりを見ていきたいと思うんですけども、細部がですね、ものすごい美しいんですよね。やっぱりですね、デザインしているのが一級建築士さんっていうことだけあって、もう隅々までですね、考え抜かれて設計されているっていう感じになってますね。で、実際ですね、この財布っていうのは、黄金比の考え方が、取り入れられているっていうことです。黄金比っていうとですね、アップルのロゴとかに使われていることでも有名なんですよね。見えない部分も一切妥協してないことが仕上がりの美しさにつながっているように思います。細部の作り込みもすごい丁寧で、こういったですね、ステッチもかなり正確ですし、革の断面ですね、こういったところも、綺麗に磨かれています。
まあ、薄いといってもですね、上質な銀面レザーを二重にして使ってありますので、耐久性も確保されているようです。続いてですね、この一重フォールドレスポスキアの主な特徴をご紹介したいと思います。まずはですね、なんといってもこのレスイズモアの精神が注ぎ込まれたこの薄さですよね。カードをですね、あえてこの3枚しか収納できないようにしてありますので、ここがですね、個人的には最大のグッドポイントかなというふうに思います。このですね、財布を閉じた時にですね、カードと効果が重ならない作りになっているんですね。これがですね、この驚異的な薄さの秘密になっているみたいです。また革を巻き込むのではなくて縫い代を設けることで薄さを追求しているようです。カード3枚収納時の厚みは最大8ミリとなっていて、 iPhone 13と同等の薄さになるようです。そしてもう一つ最大の特徴が、この収納するカードを留め具に使うっていう点ですね。このカードの部分を留め具として使えるようになっています。ここをですね、ここに引っ掛けるような形で留めるんですね。そうすると開かないですし、やっぱりすごいコンパクトになります。この発想っていうのはですね、今まであんまり他の財布では見たことがないですよね。このフックの使用によって財布が開いてこないっていうことだったり、カードの落下を防止するっていうメリットがあるようです。さらにですね、金物やフラップなど余計な装飾っていうのを一切省いているので、ポケットに入れたり出し入れするのも引っかかりなくてスムーズなのも良いかなと思います。ではですね、実際にお金とカードを入れてみようと思います。まあですね、ちょっとまずこれ今試しに10万円入れてみます。お札はめちゃくちゃ入れやすいですね。はい。で、カードが3枚ですね。はい、これもすごく入れやすいですね。取り出す時もここからさっと取り出せるので、出し入れもしやすくてすごくいいかなと思います。ちなみにですね、カードは全然落ちないですね。この状態でもこうフラップに引っ掛けなくても、このフラップにカード引っ掛けなくても別に全然落ちないです。でもしですね、これ臨時のカードを持ち出したいというような場合は、ここですね、こっち側に入れてあげれば別に持ち運ぶことはできると思います。一応小銭の方もちょっと入れてみたいと思います。まあ、15枚までね、入るっていうことなんですけど、まあ、一旦手元の990円を入れてみようと思います。はい、こんな感じですね。まあ、ここにフラップがあるんで落ちないですね。はい、小銭落ちてこないんでいいですね。で、ここをくの字に曲げてここに差し込んであげると閉まると。すごくいいじゃないでしょうか。あと注意点としてはですね、まあ、こういったところですね、すごく革が繊細になってます。上に、まあ、顔料みたいなコーティングがベトベトについてるわけじゃないので、まあ、こういった形でちょっとこう当たったり擦ったりすると、傷はつきやすいです。まあ、それがですね、やっぱりこう革のいいところだと思いますので、まあ、自分の財布に育てるっていう意味でもこういった仕様の方が僕はすごい好きですね。それではですね、自分なりに今回この財布の良かった点をまとめてみたいと思います。まずですね、1点目はですね、このレスイズモアっていうコンセプトがすごいいいなと思ってます。実はですね、自分も一番好きな言葉がレスイズモアだったので、かなりここにはですね、共感してしまいました。今はですね、キャッシュレスやカードレスが進行しているといっても、まだまだ完全に排除するわけにはいかないと思います。そこでカード枚数や収納量にあえて制限をかけることで、これからの時代に合った財布のあり方を提案してくれているように思います。制限があることで僕らは今一度本当に必要なものはどれかっていうことを考えるきっかけになりますよね。まさにですね、レス時代にふさわしい財布ではないでしょうか。はい、そしてですね、2点目はなんといってもこの薄さとコンパクトさですよね。でシャツの胸ポケットにも忍ばせることができるほどのサイズ感で、どこに行っても全く邪魔にならないと思います。
まさにですね、持ち物を厳選して手ぶらで出かけたい人には最適な財布かと思います。僕がもう数年間使ってクタクタになっているこちらの MP のストラッチョと比較しても手薄いんですよね。これはね、本当に驚きですよね。そして3点目はこのクオリティの高さですね。この高級な銀面レザーを使用していることに加えて、レイアウトのこの美しさだったりとか、ステッチの正確さ、あと小刃など細かい部分の妥協のなさ、どれをとってもですね、非常に所有欲の高い財布に仕上がっていると感じます。でいいものを長く使いたいっていう人にはぜひ一度手に取ってこの良さを体感してほしいクオリティです。で4点目はですね、金物とかフラップとか、無駄な装飾がですね、もう一切ないんですよね。金物が使ってないっていうのは一つポイントですよね。もう凹凸がないですので、シンプルすぎるほどの2つ折り財布でストレスが全くないです。でこの収納するカード自体を留め具にするっていうアイディアによって、無駄な装飾がなくても財布として必要十分な機能性を持っているところが素晴らしいと感じます。それではですね、この財布の惜しいと感じた点も2つだけお伝えしておこうと思います。まず1点目がですね、これ小銭をもらった時にですね、ざっと放り投げるように入れることはできないんですよね。やっぱりですね、小銭は15枚999円分と十分な収納力を確保しているんですけれども、ただですね、コンパクトな財布を実現するためにやっぱり小銭のスペースも最小限になっています。ですのでもらった小銭っていうのは、1列にね、できるだけ入れるように入れていく必要があるので、ちょっとその点はですね、結構こう一個一個入れていくのに時間がかかっちゃうんじゃないのかなというふうには思います。今ですね、これちょっと手元に998円があったんで、綺麗に並べずにざっと入れてみたんですけれども、こういう時にはですね、綺麗に並ばないとちょっと膨らんでしまったりとか、急いでる時にはちょっとデメリットかなというふうには思いました。そしてですね、2点目はですね、このカードを留め具として使う時に片側をこうくの字に曲げるんですよね。なのでどうしてもこのくの字部分っていうところは、皮は曲がった跡がうっすらついたりとか、エイジングとか経年劣化が進んだ時にこの曲がり部分だけ色の変化が異なって現れそうだという点ですね。僕はですね、そういった部分も含めて好きになれるタイプなんでいいんですけれども、もしかすると気になる方は気になるかもしれないと思うので一応お伝えしておきます。むしろですね、このカードを留め具として利用するっていうメリットの方がはるかに大きいと思いますので、致し方ないところかなとは思います。はい、ということで本日はシュリンクスの新商品、ヒトエフォールドレスフォスキーアをご紹介させていただきました。最後におすすめの人をもう一度まとめておきます。小さくて薄い革財布を探している方、ミニマルで上質な2つ折り革財布を探している方、キャッシュレス時代に向けて財布の使い方を見直したい方です。こんな方はぜひチェックしてみてください。概要欄にリンクは貼っておきます。ライフジャーナルではガジェット暮らしの道具ファッションを中心に買ってよかったものやおすすめアイテムを紹介していきます。ライフスタイルの質を高めるものことに興味のある方はチャンネル登録していただけると嬉しいです。 Twitter では関連した情報をツイートしていきますのでぜひフォローお願いします。それでは本日も最後まで動画を見ていただき本当にありがとうございました。